米付きガニは、エビメ、砂ガニカに分類されるカニの一種。潮の引いた砂浜で見られる小型のカニである。なお、南米付きガニは、米付きガニに似ているが、砂ガニカではなく、南米付きガニカに分類されている。甲羅は、甲長、甲幅とも10ミリメートルほどで、丸っこくて薄い。足は、甲幅よりも長い。背面の体色は、灰色や、 発色の地に黒や白の小さな斑点が散在するが、覆面やハサミの先端は赤紫色を帯びている。ハサミ部分は細く、先端が二股のフォークのようになっている。これは砂をすくうのに適した構造であり、挟まれてもあまり痛くはない。砂ニほどではないが、複眼が大きく飛び出す。北海道南部から、高海沿岸、台湾。 シンガポールまで北西太平洋の熱帯、温帯域に広く分布する。河口や内湾の砂浜に生息し、砂浜の長艦帯に深さ10から20センチメートルほどの巣穴を掘る。潮が引いた砂浜に数ミリメートルマイナス1センチメートルほどの穴が多数あり、さらに穴の周りに数ミリメートルの砂団子が無数にあれば、そこは米付きガニの生息地である。 浅い水たまりのある区域では、決まった巣穴を持たず徘徊する個体もいる。砂ガニと違い汚染の進んだ海岸にも生息するが、霊場の場所には生息しない。昼間に潮が引くと巣穴から砂をかき出しながら現れ、活動を始める。太平の模様は砂浜に紛れる。保護色となり、遠目には、砂の塊が動いているようにも見える。驚くとすぐ巣穴に逃げ込むが、 水たまりにいる個体はその場で体をねじらせて、砂に潜る。走って逃げ出す個体もいるが、中には他の個体の巣穴に逃げ込んで、巣穴の主に追い出され、逃げ惑う者も,もいる。ただし警戒心は、砂にほど強くなく、動かずに待っていると数分で姿を現す。春から夏にかけては、オスが背伸びをして、両方のハサミを振り下ろすウェービングという、 求愛行動が見られる。この行動が、薄と綺麗で米をつく動作に似ているため、和名の由来となった。食物は、砂中の有機物やブランクトンで、足元の砂をハサミ足でつまんで、口に入れ、砂流の中から餌を、露化接触する。食物を越した残りの砂は、口の上部に丸く固め、ハサミ足で切り取って、足元に捨てる。 これを繰り返すため、巣穴の周りには小さな砂団子が放射状に多数残される。個体数が多く捉えるのも容易であるため、地域によっては黒大等の釣り絵に利用される。サイズがあまりにも小さいので、食用として利用することはない。ありがとうございます。